ひろゆきさんが桃太郎だったらおじいさんとおばあさんの要望通り鬼退治行きますか。行くとなったらきびだんごの代わりに何をあげるとされると基地の代わりに誰を供させますか。鬼退治しましたって言って帰ってきますね、何もしないで。いや、その鬼ヶ島に行って鬼を殺したっていう証拠ってなくても大丈夫だと思うんですよ。で、まあ、またじゃあ鬼が攻めてきたっていう時に、いや、やっぱ鬼ヶ島、俺らが殺した以外にも他に鬼がいたんだねっていうだけで済むんですよ。要は、鬼ヶ島で絶滅させましたっていうと、鬼ヶ島から鬼が来たら、お前殺してねえじゃんってなんですけど、何匹か殺したっすっていうと、別にあ、そうなんだ、ふうんじゃないですか。あんで、首持って帰ってこいとか多分言われてないと思うんですよね、おじいさんおばあさんの要望の中では。なんで、めっちゃ殺したっすって言って、で、なんか買収した犬とかキジとか猿とかが、いや、超殺したっすって言ってると、なんか頑張った感出るじゃないですか。そんな感じでいいんじゃないかなと思いますけど、はい。まあ、ちなみにでもその犬とキジと猿がきびだんご欲しいんだったら別にきびだんごでいいんじゃないかなと思いますけど。